皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスターじゃなかった、ポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょうか。やっぱね、こうやってポケモンとね触れ合えるって最高だね。みんなよし、よしよしよしな。で俺さ、気づいたんだよ、俺知らなかったんだけど、今作ポケモン名前つけれるのかなと思ったんだけど、名前つけれんだね。みんな、なんかなんだろうな、こうやってここ強さを見る技を覚えました、名前を変えるってさ、俺なんかいや、なんかいろいろ見てたらさ、気づいてさ、変えれんじゃんってことで、俺今作名前変えてなくて、なんかやっぱなんか愛着湧かねえなと思ったら、やっぱ名前だよな、やっぱ。ということで今回の名前つけていきましょうか。どうしようかな、今回やっぱね、あの舞台はあの古い時代ってことで、やっぱ昔っぽい名前にしとこうぜ。簡単な名前にしよう、まあ、将来爆風になるからもういいだろ、爆之助で。お前はムックルも多分で当分使うから名前考えてあげよう。君はピオキクだな。昔やっぱ女の子の名前ってお花の名前とかが多かったからな。ね、ピオつけといたよ。全然今んとこレギュラー候補この2体だけなんで、ちょっと一旦2体だけつけとくな、名前。で、ちょっと久々に俺もおしゃれしたいな。変えようぜ。ん？新商品入荷しました。だって。服ってやっぱちょこちょこ増えていくのかな。え、あ、ビッパーお面とかある。これ前からあったっけ？ちょっと俺今回かっこいい格好させて。ちょっと着替えるわ。はい、というわけで今回は空手着で行こうと思います。空手着やべえ、他で3600円ぐらい使ってもうた。さあ行くぞみんな。いや髪型ちょっとダメだ、男らしい髪型に変えよう。髪型もいやマジでこの髪型女の子だよな、ほんと。やっぱ丸刈り、丸刈りはちょっとはずいから、どうしようかな、ちょっとチャラチャラしていくか。いやもうこのデフォルトが一番それっぽいんだよな、やっぱ。でもちょっと俺今日はこのちょっとおしゃれしてる感じで行こうと思うんで、みんな引くよろ。よしお願いします。鉢巻きするから、これでみんな。さあ、うわあ変わったね、なんかこれもちょっと女性っぽいが。かぶります。はい、申し訳ございます。あ、鉢巻きしたわ。よし、じゃあちょっとこれで行こうか今日は。後ろ姿女の子やけど、やっぱ。さあ行こうかみんな、これで。やっぱデフォルトが一番いいのかもしんねえな、このゲーム。ねえ、長すぎる、ちょっと髪のボリュームがありすぎるもんな、ちょっと後ろの。さて今日何すんだったっけ、ちょっと着替えてて忘れちゃったけど、今日の目的は、あ、そうだ、黒曜の原野にある獅子の高台へ親分と呼ばれる手強いポケモンがいるってわけなんだけど、そう、前回戦ったね、ショーとか、あの、ゴンベツか、あの子名前忘れちゃったんだけど、混合団の人、あの人と戦って、俺、結構やられたというか、レベル的に負けそうだったんだよね。だって今回なんだけど、ちょっとね、高みを目指してというか、図鑑を埋めながらレベル上げしたいと思います。ちょっとサブクエある、この人。サビさん。ポケモンに警戒されたら、オレンの実を投げつけ、注意を引いて、その隙に逃げたら大丈夫。あ、オレンの実とか投げれんだ。親調査隊、これから原野に行くのだよ。そう、玉石を見つけにね、でも持ってるオレンの実が少なくてね、オレンの実知ってる？ポケモンはオレンの実を食べて体力を回復するさせるからね、投げつけると、ポケモンの注意を引けるんだよ。へぇ、要するに野生のポケモンを避けるため、オレンの実が必要なんだ。オレンの実5個ちょうだい。いいよ、あるよ。オレンあれば、憂いなし。あげるよ、オレンの実どうぞ。代わりになんかちょうだい。だいたらオレンの実を5個渡した。ありがたくいただくとするよ、僕のために集めてくれたんだね。うん、まあね。オレンの実を集めてくれたなんて感激だよ。じゃあ君からもらったオレンの実をポーチに詰めて、君の期待に応えて玉石集め頑張る。俺は元気のかけらくれた。あ、いいもんくれたわ、ありがとう。おじさんありがとな。なんかサブクエちょこちょこ増えてるからね、ちょこちょこ受けないとな、ほんと。さて、じゃあね、また原野来ました。ね、手裏剣マークついてるところが目的地、親分ポケモンなんだけど、まあ、さっきも言った通り、今回まず図鑑をね、埋めてレベル上げしたいと思います。さあ、図鑑だけど、ね、まだ完成してないのが、ケムッソ・コリンク。ね、が、おお、ピカチュウいる。ケムッソ・コリンクが終わってないので、ちょっとケムッソ・コリンク、ね、コロボシあたりをちょっと捕まえてね、図鑑埋めていきましょうか、まずは。さあ、コリンクを見つけたぞ、コリンク。コリンク図鑑見てみましょうか。あと倒した数を増やすのかな、タスク的には。倒す、電光石火を見た回数、捕まえた数もきついけど倒すか今回。
よし、じゃあ今回はね、どうしよう。ねえ、バクドスケ行け、バトルだ、行くぞバクドスケ。必殺技、どうしよう。転がる、新しく覚えたぜ。いいね、ダメージだ。バクドスケ、クリンクは様子を伺っている。このままだ。もう一発、転がれ、ドラ、よし、コリンク撃破だぜ。よっしゃー、頑張りの姿とかゲットした。倒した数1で、ちょっとずつまた増えていくね。これでバクノスケのレベルを上げたいな、さっさと。ちょっとあと、なんかタスクでさっきあったけど、電光石火を見ただけ、噛みつくを見ただけ、なんかあったよね、電光石火噛みつく技的に。自分で噛みつけばいいんだよ噛みついたり、自分で技を出せばいいんだよ。こうやって自分で技を、ほら、どうだ。よし、ゴリンクをやっつけた。オッケー、倒した数2。よし、多分これで今の埋まったかな。さあ今度はケムッソだ。多分コリンクはあれでいけるわと思う。さあケムッソは、軽いサイズを捕まえた、あとは倒したと毒針を見た。だって毒針見た、でも迷うとなってんだよな、うちの子って。だからちょっとそこら辺使いづらいけど、まあちょっと投げてみようかな。ピヨキくん倒すか、ちょっと。よし、虫タイプはごちそうだからな風起こしだヒェイ、はい、抜群。よし、じゃあちょっとピこの子たちいっぱい倒して埋めていこうか。さあこれで多分ケムッソは終わったかな。だいぶやっつけたぞケムッソ。いや倒した方300、捕まえてやっつけたんでね、ちょっと一回報告していきましょうか。ラビ博士3匹捕まえたんですねっていうね。まあ、いっぱい捕まえたけど図鑑もね結構埋まったと思うから、これで行ってみましょう。300円、安い、もっとくれやっぱ1匹100円だ。でも図鑑めっちゃ埋まったで今回。よし、見てくれ、ふむふむ、はい、あ、コリンク、あ、来た、見て、右のね、ボールのマークついたってことは図鑑が完成したっていうことだね、よかった。さあコリンク、その身震わせ電気を生む、体格に反し気性は荒く、手なずけにいるには忍耐を要す。結構襲ってくるもんねこの子、怖かったぜ。さあ次ケムソ、樹液小物み野山に、ね、数多く、生息す、異なる姿に進化することも理由不明、外見にて判別することをかなわず。なんか進化系がわからないんだっけケムソって、俺もよく分かってないけど。さあ今回で図鑑めっちゃ埋まりました、300ポイントよくやったぜ。さあね、これで強くなったのかと思ったけど、レベル全然上がってないっすやっぱね、もっと強いとこ行かないと。さてね、今回じゃあこの先行こうと思うんだけど、じゃあちょっと行くか。新しい依頼がここにあるんだって。へえ、ここってなんかファストトラベルで行けないか、あ、行けないのか。よし、じゃあちょっとあそこまで行ってみましょうか。さあこの橋を渡った先からだね。いやー、ここの冒険今日から始まるんだ。ほら見て、コロ帽子とかめっちゃいるもんな、コロ帽子。戦ってか、もしくはやっぱ捕まえてね、開けていかないとね、ほんと。うれ、背後当て、ダメだ、戦おうぜ。う、いや、戦うしかないか、食らえ、勝負だコリンク。まだ名前はないが、もしかしたら名付けがあるかもしれない。雷の牙強い、コロ警戒してる、いいぞ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 。体当たり痛い、くっそー。さてこのゲームなんだけど、こうやって Y ボタンを押すとなんか行動順が見れるらしいんですよ。見てもらったら右上ですね、次どっちが打つのかってやつなんだけど、電光石火早技にすると、見てもらったらほらこんな風に行動が変わったりとかするんだよね。でこういうの見ながら何打つかって考えていくのがいいかもしれない。俺結構ね、リアルタイムでバトルが展開させていくのかなと思ったけど、選ぶの遅かったらその分敵がいっぱい行動するのかなと思って、結構ねサクサク入力してたんですけど、そんなことないみたいなんで、ちょっとそこは安心っすよね。ほんとほら、めっちゃ見てる、ほら、バトルしようぜ、勝負だ。この帽子は警戒してる、よし、でこれで右の行動順出してた方がいいな。これ早技、力技関係ないな、これテズ、雷の牙、せい、雷の牙強い、マジで強い。逃げ出した、嘘、逃げるな卑怯者なんてこったよ、なんてこったよ、なんてこったよ、悲しいよ俺は。そういえばね、みんなオレンの実投げてみてって言ってたよね。オレンの実、えい、食べ
べていいよ、俺の実。あ、みんな俺の実寄ってきた？食べてる餌をあげた数、そう、タスクにあったのよ、餌を食べさせるってやつ。ほらご飯食べたな。じゃあお前はもう俺の子だ。あ、ダメじゃねえか。おい、逃げるな。行け、逃がすな、戦え。やべえ、ビッパレベル低い。逃げ出した。飯あげたのに逃げられたんだけど、悲しすぎるだろう。飯あげたのにな。やっぱ一撃でやっつけないとね、ダメだわ。この辺りのポケモン逃げるわ。結構逃げる子多いんだよね、このゲーム。これもしろ、不意をついた、来た、不意をついた。さあ、これで爆の隙の行動は早くなるが、関係ない。ここは小さくツバメ返し、抜群のスケ、いいね。やっつけだぜ。オッケー、レベルも結構経験値やっぱ高いね、この辺の敵は。これ木材、あ、これ初めての見た素材、新しいものいっぱいあるね、ほんと。よし、みんなもちゃんと木は叩こうな。ちゃんと 100億回言うけどね、経験値ももらえるから、木を叩くと。こっちの方来ちゃダメじゃない？なんか大丈夫かな。なんか俺ね、こういうゲームの怖いところはね、ちょっと離れると、え、これ何、これ大丈夫、これ何、これ素材、これ虫よけそうだって。あ、ここもコルボシいっぱいいるから、ビビった、もう怖いよ。なんかさて、じゃあね、ちょっとレベル上げも少しは、みんなレベル1ずつぐらいは上がったんでね、先進んでいきましょうか。さて、新しい依頼の人がいるね、ここ。なんだこれ、アイテム、ね、薬草。ちょっと君邪魔やで、戦う、それ取ってきて、マイルド。何これ、クラブを飲む、いいね。お、レベル9にアップ。ノブロー君どうした？うっせ、いいとこに来てくれた。クラブの 実が欲しいんだ。赤くてツヤツヤのクラブの実、今拾ったよ俺。クラブの実はこの辺りの木の実の気になってんだけどな、取ってくれるポケモンがいないんだよ。そこで君だよ。木の実にポケモンのボールを投げればポケモンが取ってくれるだろう。クラブの実3個くれたらいいこと教えるから頼んだよって。教えるだけ？ねえ、気になる木の実持ってるよ。お、そいつはクラブを飲みたいよ、分けてくれよ。いいよ、どうぞ。はい、大太郎、クラブの実を3個渡した。約束通りいいこと教えるよ。ポケ木の実をポケモンの近くに投げるとポケモンの気を引くことができる。コロボシに木の実投げてみな。もうやったよ俺それ。ねえ、さっきなんかオレンの実おじさんから教えてもらったよ。え、石つぶてだ。石つぶて、石つぶてでしょ。何、ブイゼル投げとく。ブイゼル、ブイゼル勝負だ。めっちゃ好戦的な石つぶて。よし、いくぞ。アクアジェットだ、ブイゼル。よっしゃ、いい効果は抜群だ。大丈夫、このままこのままいくぞ。このまま捕まえよう、ボール投げよう、ポケモンボール投げるぜ。えい、さあモンスターボール。ポケモンボールじゃない、モンスターボール。わかんねえな。よっしゃ、ゲット、石つぶて初ゲットだぜ。やったー、経験値うまー。ねえ、玉石獲得、経験値、待って、ここすっげえ稼げるかもしんねえ。ブイゼル、ちょっとブイ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 、いいなお前。ブイブイジェット、ブイブイジェットすげえいいって、これやっぱね。せ、あ、待って、奥になんか光ってる石ある、見える、あれあれあれだ、ヘビーボール作るやつだ。ヘビーボングリいや、ボングリじゃねえ。よし、さあこれでやったぜー、石つぶてゲット。え、捕まえるのこうやった方が楽じゃね。あ、待って、こうやつ一回やってみようか、普通に捕まえるの。よし、後ろからね、こうやって背後にこっそり近寄ってモンスターボールを投げる。よし、どうだ。よっしゃ、ゲット、3匹捕まえたぜ、石つぶて。今見つからずに捕まえれたよな。で、これこれこれ、新しいやつ、これ、え、取れない。あ、ポケモンにお願いしなあかんねや。ブイゼル頑張ってもらおう。ブイゼル、いけ、星の砂と、そう、きた、黒い玉石、そう、新しい欲しかったやつ。そしてズバットもいる。ズバット、ズバット、ズバット、オッケー。ダメだ、バレちゃった。あ、勝負だ、ズバット VS コリンク。わ、やべ、新しいポケモンどんどん増えてくるんだこれ。いいね、雷、
効果は抜群だ。相手はやられる。よし、倒した数も増えるからね。さあレベル見て、コリングも12まで上がった。倒した方がやっぱ上がるね。ほんとまた石つぶてもきたな。これ倒しながらガンガン行こう。行くぞみんな、ガンガン行くぞ、ガンガンもうアクアジェット一発でやっつけれねえんだよな、さっきから煽ったんだけど。せーの、ほら体力残んだよな、地味に。石つぶてる体当たり大丈夫、浮いてる。よし、今作だけどさ敵の攻撃がすごい強い気がする。自分の攻撃はなんかそんなだけど、野生のポケモンがだいぶ強いんだよね、だいぶ。はい、でポケモンがやっぱ恐ろしいって言われてる時代だから、いや野生が強いっていうね、本当に。何これ、石型なの、なんかポケモンみたいな形してる石じゃない、これ。ほらなんかなんだろう、これニドリーノ違うな、ちょっとブサイクやもんなこの石。あ、イワークの顔じゃねこれ。いや分からへんなんかの顔やろこれ絶対。さあ目的地着きましたね。ここが今日来たかったとこです。登ってきたよ。親分いないけど、いるここに。うんうん、どうした、金剛団の人。おやおや、あんたんとこの博士だよね。あ、ラピン博士、え、来れるここまで。うわすげえ、来たやんここまで。どうしたん。はあ、間に合ったようですね。うん、ポケモンを研究するものとしてどうしても親分の観察したいのです。うん、あんたの仕事なんだろ、邪魔しなければいいんじゃないか。よかった、俺の格好出せ、かっこいいと思ったけどダサかったわ。獅子の高台、神王様のにゆかりのあったポケモンの子孫にお供えしていた場所さ。ほう、でーん、あいつじゃないよ。あー、コロボーシじゃなくて、コロボーシじゃなくて、なんだっけ、ドンガシャバヤ、名前ないだっけこいつでーん、でかいでかい、進化するやつ。あ、だいたいあいつ蹴散らしておくれよ。あんたあのポケモン元気にするからさ、いいよ。さあ行こうか。あのポケモン大きいです。親分と呼ばれ恐れられているポケモンですね。そうさ、親分というのはでかくて強いポケモンのこと。しかも特別な技まで覚えていて、厄介なことこの上なし。マジ、あんたの強さ骨の髄まで教えてやりな。わかったぜ。ヤダ君、大きさは武器です。攻撃力も体力もあるのでしょう。戦うのに下連れてるポケモンをチェックして強い技を覚えさせるなり準備するのがおすすめです。さて、目が赤く光るポケモンを親分と呼びます。普通のポケモンよりも大きく珍しい技を覚えていますが、捕まえるのはかなり難しいようです。捕まえることもできるんだ、一応。ちょっと準備していくか。どうする、準備するもんないけどさ、あれやろうぜ、ヘビーボール作ろう。ヘビーボールクラフトキットから、秋だ、4つ作ろう。ヘビーボール、重くて飛ばないが油断してるポケモンに当てると高い捕獲性能を発揮する。関係なかった今回はなんてこった。でちょっと1個見てみんな、え、マユルド光ってんだよな。進化するぜマユルド、マジでででででで、マユルド進化だ。さてマユルドが進化して、でででん、来たぜ毒ゲイル、かっこよ。新しい技もひらめいた、よくやったぜ。技覚え、何覚えたの今。鉄壁、念力、いいね念力、これはね期待できるな。よし、じゃあちょっとね戦いに行きましょうか。今ねゲットした毒ゲイルで行こうと思います。ちょっと待って、俺親指後ろからモンスターボール当ててやろうと思う。気づいてないだろ俺に。気づいてる、もしかして俺に。親指、ただイベントバトルですよこれ。後ろからモンスターボール投げたら怒らないですかねえ。ヘビーボール投げちゃおう。あ、始まった、そんだビーンくそ勝負しようか。さてバトルするのはドクケイル、俺のエースだ。そう、コトロック、コトロック。さあ Y ボタンで行動順確認できます。素早さの高さによっては連続で行動できることがあります。一部の技や道具の効果で行動順も変わることがあるからねってことだって。親分のコトロックは野生の力で力に溢れている。やめろ、一撃なんだが。まずい、これポケモン変えよういや、ちょっと待って、強い。え、これ待って、でも行動しないと負けるわこれ。負ける、親分負ける、普通に毒針。ちょ、力技でゴリ押ししよう。ちょっと一回力ボス、毒針、
全然効かん、毒入った、よしよくやった、ツバメ返し、くっ、毒ヘル、ありがとう、大丈夫、毒のダメージを受けている、いいぞ。さあ次だ、俺の頼れるエースを出すしかねえか。ねえ誰だ、コリンク、いた、コリンク頼むぞ、君は強いぞ。さあまただ、いけ、雷の牙、ガブガブ、いや、いいダメージ入るね。麻痺して技ができる、え、待って、毒と麻痺、え、状態異常がなんかいろいろ変な感じ、ちょ体力削ろう、ここ電光石火、よし、いい感じに減らした。コリンク耐えてくれ、いいよ、よし、ここでちょっと待ってな、俺がモンスターボールを投げるんだ、モンスターボール、あ、これ X ボタンで投げれる、ここもしかして X ボタン、あれ、え、ちょっと待ってな、あー、ここで、え、モンスターボールどうやって投げる、あ、モンスターボール、ここから投げれるんだ、右下で選んで直接、せい、どうだ、親分、親分捕まえたい、やった、え、マジで親分ゲットした、嬉しい、焼き焼き中、うまーうまー、やばー、マジか、親分ゲットした、大したもんだね、親分をひねっちまうなんて、まるで伝説の英雄みたいだ、そればっかやな君、ヨネさん、あんたのポケモン元気にしないと、ありがとう、キー、まだ来た、本命、これが何事ですか、脅しし、伝説のポケモンみたいな風格やんね、怪しし様、何何、怪しし様って、あ、どうもどうも、こんにちは、仲良し、このこと怪しし様、何俺のこと見て、めっちゃ目つき怖いで、ダイダルを見つめる優しいまなざし、ありがとうございます優しいのかな今のちょっと怖いけど、俺ビビってちょっと変な汗かいてきた、いや、やんのか、うん、道着着てきてよかった、俺今日強そうだ、俺よかったね、あん、怪しい様、あんたのこと気に入ったみたいようだよ、いいかい、怪しい様ってのは人を乗せ翡翠の大地を駆け抜けるありがたいポケモンなんだよ、あ、乗れるんだ、すごいすごいですよ、怪しいし、人を乗せるポケモン、まるでアローラのライドポケモンですねあるんだこの時代からアローラ、ライドポケモンってラベン博士、ライラー、あ、翔太元気、島本さん人に言われてきた、ライダーがいないこなしたらベースキャンプで設営できるだろうって、新しいベースキャンプ建てんのここで、関さんと団長で決めたことですが、ベースキャンプを増やしてもいいですかね、新王様が作られた翡翠地方はポケモンの大地、あんたらがポケモンと共生するなら使っても大丈夫だろう、怪しい様もダイダラ気に入ったようだしね、よかった、ありがとうな、あんたの活躍は金剛団の王さんにも伝えておくよ、改めて礼に行くから、なんかバチバチ喧嘩してるわけじゃないんだね、銀河団と金剛団って、なんかちょっと安心した、あ、待って、この人のタイツよく見たら獅子、脅し獅子みたいだあれし、なんか鹿描いてる、うわ、ポケモンタイツやん、よく見たら、いいなそういうの、俺も ないそういうの、お面かぶるか、ポケモンとの共存共演、そのためにはポケモンをよく知り、恐れないよう図鑑を完成させれば、頑張らなあかんわ、建築隊が到着すればベースキャンプと設営ができる、頑張ろう、いや、親分手持ちに加えたいね、これ親瓶ポケモン熱いぜ、うわー、できた、これファストトラベルで飛べるようになるんだね、ここに、便利すぎるやろ、なんかめっちゃ休んでる人おるけど、獅子の高台でのベースキャンプ、名付けて高台ベースですね、来た、ごとぶき村から出るときは高台ベースを行き先に選べば、ここから調査スタートできる。あー、便利ね。拠点を増えると調査もしやすくなる。親分を倒して拠点を増やす。そういう感じかな。じゃあ、今ずるで行きましょう。もう帰んの？はい、というわけで今回捕まえたポケモンたちです。いっぱい捕まえた。ドンと。親分ポケモン捕まえたって。熱いよな。2000円熱い！俺今回お金使ったからマジ助かる。え、ランク上がんじゃね？そろそろ。さて、ブイゼルが、ついに図鑑埋まりましたね。これも前から埋まってたから、ブイゼルは。よし。二股。で、上級スクリューにいれば偶然なりき。そして来た、コロ帽子。木々の色づくこの姿が増える。触覚を打ち奏で、奏でる音色は異国の楽器、マリンバに似る。っていうね。そんな感じでした。まあ、ユルドとかもみんなね、この辺りも図鑑としては埋まってきたかなって感じです。さて、今回のポケモンポイント。うわ！来た！ランクアップ！
ランクアップも来たし、もう美味しいことしかないやん今回。激アチチやで。さあ飯食おうぜ、飯。梅さん、いつもの芋餅3人前でーす。芋餅食いたくなるからやめて、このゲーム。コンビニで売ってたよな、芋餅。俺前買ったんだよ、どっかで。セブンだったかな。知ってるかの、今朝から噂の荒ぶるバザギリを。ね、様子見に行った団員が襲われ、医療タイムてんてこまいだ。どういうこと？激しい雷に打たれ、おかしくなったとされる。ね、バザギリ。何バザギリって。いざとなれば調査隊が担当します。未知のポケモンを調べるには気がつきものですが、調査隊にはダイダラ君がいるのです。まあ俺戦う担当やからな。ですが、バザギリの強さは親分と比べ物にならないとか。マジ？どれほど強いかも含めて調査するのが僕たちです。そして調査に重要なのは最大に頭脳と強靭な肉体。睡眠は大事。寝るか。おやすみなさい。飯食って寝る、当然ですね。なんか新しい単語いっぱい出てきたな、これ。やることいっぱいだぜ、マジ。おはよう、ダイダラ。うわ、朝家来てくれた。団長室に急いだ方がいいですよ、電木さんに投げ飛ばされる前に。やべ、相撲のプロやからな。よし、じゃあ今回ここまでにしましょうか、皆様。さあ、ついに親分ポケモンも倒してね、ヘビーボールもゲットして、なんかいろいろとポケモンも進化して図鑑も埋まって、今回は充実しましたね。さあ次回以降もね、道中のポケモンたくさん捕まえたりとか、やっぱ進化したらまたもうケムストとかに入れ替えた方がいいのかな。いっぱい進化して捕まえないと、多分マイルド状態でポケモン倒したりとかしないと多分図鑑埋まらないのかなと思うので、ちょっとそのあたりを考えて次回手持ちまた調整したいと思います。はい、それでは終わりましょうかね。チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価もよろしく。また見てね、おつぽよ。